一番没頭する時間と言いますか、そうですね、好きな時間ですね。やっぱり甘い香りに包まれながらケーキを作る小柳かりんさん18歳、高校3年生です。あとはオーブンで35分焼くだけです。器具を使いテキパキと調理するかりんさん、しかし彼女はある難病を抱えています。患っているのは周期性四肢麻痺。主に手足の筋肉が周期的に麻痺を起こし動かなくなる指定難病です。今まで普通にできてたことがだんだんできなくなっていく自分に、自分がすごい嫌で。走ることや踊ることが大好きなかりんさんは、小学校中学校では生徒会長を務めるなど活発で、いつでもクラスの会話の中心。そんな中、中学2年生の夏、突如体に異変が。症状がひどいと目や口も開かないなど全身が麻痺し、倒れてしまうことも多かったといいます。もうずっと家に引きこもって、でもただ一日過ごす毎日で、でそんな自分も嫌で、もう毎日明日が来るのが嫌だし、朝起きるのが嫌だし。リンゴにつけて食べたのは塩。麻痺を抑える薬は人それぞれで、かりんさんには塩分が欠かせません。え、なんでと思いますよね。私がなればよかったのにって。前から人に対して優しくいい子で、まあ病気の時も泣きそうになってきたのか自分が一番きついけど、いつもなんかありがとうって、かりんはいつも幸せだよって。病気と戦うかりんさんを知った人からアルバイトの紹介があり、通信制高校に進学後に働き始め、大好きだった人と触れ合い話す機会が増えました。気晴らしになればいいのかなっていうふうな、かりんちゃんめがけてくる人もいるような存在になれた、よかったかなと思ってます。年齢をちょっと詐称してるんじゃないかっていうぐらい落ち着いてます、はい、言うんですよこういうこと体の調子を見ながらではありますが、徐々に以前の生活が戻る中、家族に誕生日のシフォンケーキを作ると大好評。たまたまなのかうまく焼けて、でそれを美味しい美味しいってみんなが言ってくれて、でそっからが始まりですね。もう自分のレシピ作ってみようって。ケーキ作りにのめり込む毎日、ここからある挑戦が始まりました。開業してみないって言われて、でそこからトントン拍子に進んでいったと。先月、個人事業主として高校生で開業。店の名は菓子屋かりん。現在は8種類のシフォンケーキを提供していて、個別で注文を受ける他にも自分で車を走らせ、甲佐町のカフェに納品しています。いや、もうきっかけは単純にもう彼女の作るシフォンケーキが美味しくって、すごく美味しいって言ってくださいますよ。もちもちしてるとか。支えてくれた人への感謝、未来への決意を胸に、かりんさんは前に進みます。想像してた未来は全然違ったんですけど、今好きなことなんで、もう好きなことをこれからどんどんやっていきたいし、今できることをやりたいですね、はい。シフォンケーキに幸せを乗せて。
綺麗にできました、ふんわり。はい。